配信中、まあ、VTuber と呼ばれる人で、まあ、事務所に所属してる人らしいんだけど、その人がメーカーの人に動画著作権侵害で消されて、まあ、動画そのものが消えたっていうことがあったんでね。会社経由では許諾を得ていたらしいんだけれども、一応そのゲーム、権利関連2つぐらいあって、その作ったメーカーと、あとなんか個人会社っぽいところ、その2つがあって、その人がその動画見て、まあ、ライブ配信見て、著作権侵害だってことで消したって事件というか出来事があって、結構これ衝撃的なんでね、そのゲーム実況やってる側からすると、まあ、当然許諾を得た段階でやってて、それでもそういう風にまた別の権利者、当然その人もその会社メーカーの方にも席を置いてて、それと別にまあ個人会社的なものにも権利持っててみたいな感じなんで、まあ一応その人もメーカーの人といえばメーカーの人なんだけれども、全くその権利よくわかんないような、外部からすればね、ところから外部からすればわからないような状況で、どういう風に消される可能性っていうのがここでもうあるってことが分かってしまったんで、なのでそのゲーム実況やる際に結構自分過去の作品ってあまりやらないじゃないですか、ここら辺ちょっと気にしてたんでね、実際それが起こってしまったんで、過去の作品も必ずしもそのメーカーが権利あるように見えて、実は音楽は別の人が持ってましたとか、またそこまで詳しくその昔のことなんで権利関連クリアになってない状況で、その大多数に見せるそのゲーム実況をさせることを、まあ、必ずしも全員が全員いいとも思ってないだろうし、昔ゲームに関わった人はね、まあ、今ならばさすがにゲーム実況というものがあってそういうこともされること前提で作ってると思うんだけど、昔はそんなこと思ってないから、こういう人がいた際に消される可能性があるんでね、その人の権利の問題でそれを主張して、なので改めてそのゲーム実況する際にどうすべきかっていうのはね、今回に関しては明らかにそのメーカーに直に許諾は取ってて、でしかも配信者側も会社に席を置いてる、まあ、正確には会社そのものに席を置いてるというよりかは会社になんか所属するみたいな感じになってると思うんだけれども、それでちゃんと許可を得てもそういう状況になり得るっていうね。で、バンされるとやはり様々なペナルティ YouTube 上でつくっていう話は以前も何度もしてるけど、ついてしまって不利益が大きく出てくるので、ただただ怖いよね、こんなことされるってことはね。で、結局はメーカーと会社側でちゃんと権利関連、そのここまでやっていいですよみたいな話はあったので、そのバンしたこと自体は、まあ、その人が、まあ、悪かったみたいな感じで、あ、それ知らなかったんですいませんみたいな感じでなんかいろいろなんか言ってたけどね、ツイッターとかね言ってたんだけれども、あり得てもおかしくなかったことだし、実際にこういうふうに目の当たりにするとやっぱり生殺与奪権を人に握られる怖さみたいなものをね、改めて感じてね、なんだかんだでやっぱり所詮は人の著作物を使ってるんで、いつこういうことがあってもおかしくないかなと、まあ、だからこそちゃんと許諾ルールを出してるところのゲームをやってった方が安全っていうねところもあるんだけど、で今回特にややこしくしたのが、これアドベンチャーゲームで、まあ、何章か章立てであるらしくて、1章まではゲーム実況やっていいというルールになっていて、まあ、だからこそ多くの人からすれば1章はやっていいってことは当然分かっていた、で多分そのバンした人も1章までは当然そういうことがあるっていうのは分かってたはずなんだけど、そのライブ配信やってた人はその許諾を直接取って3章まではなんかやってもいいみたいなね、許可をいただいたみたいな話になってて、まあ、それがすごくややこしくしてるんでね、でそんな細かいルールをそのバンした人は当然知りようがなかったんで、細かくその、まあ、連絡もなかったんだろうし、まあ、最終的には権利者の権限ということでバンをしてしまったっていうね、最終的にこれ誰が悪いかって言われると、まあ、最終的にはもうルール作りした人かなっていうね、メーカー側が悪いような気がする。バンした人も、まあ、勇み足だけど、まあ、明らかになんか、言われたものと違う部分で、そんなことされているのを見ると、それはバンする可能性も出てきてもおかしくないのかなっていうね。メーカー側がその変に、一般のルールと、まあ、その人だけの特別ルールみたいな感じでやってしまうと、どうしても、こういう問題って起こりやすいよね。さすがにバンまではいかなくても、他の人から見たら、この人なんで、一章までしか実況のルール一般には出てないのに三章までやってるんですかっていう指摘は当然出てくるので、で、それをその都度、いやいや、これは許可得ましたよっていう風なことをやってしまうと、変にそこだけをなんか特別視扱いしてるような感じになってしまって、最終的にはそこでも他の人からも不満が出てしまうし、そのメーカーに対して。
その人もやっかみされる可能性もあるしで、あんまりいいとは思わないんでね。結構多くのメーカー、例えば個人はこういう許諾ルール出してますよ、企業系は問い合わせてくださいみたいなことをやってるとこでも、結局はルール的にはほぼほぼ同じようなルールでやらされてるみたいなパターンが多いので、例えばフロムソフトウェアの配信、あれはスーパーチャットとかそこら辺禁止ですよっていう風にやってて、で他の企業系の VTuber とかもスーパーチャットは基本的に禁止扱いでゲーム実況やってたりとかね。なのでまあそういう風に本来であれば企業であっても一般であってもそこまでルールは変わらないんだけれども、今回はそこを変に変えて優遇して、まあ3章まで、一般のは1章までだけどその人は3章までとやったことによってルールがあやふやになって、で結局はメーカーの人すらもよく分かってなかったっていう、それによってバンされたというね出来事が起こってしまった。でそのバンされたことによってやっぱりちゃんとルールを守らないと怖いなっていう、でこのあたりはもうドラクエ10で自分の場合は体験してるので、当然私は動画一回もバンされたこと、メーカーからのバンはないんだけれども、ドラクエ10で変な配信ルールできて、ゲーム中に配信してますよっていう設定しなければいけなくて、なおかつそれをやった際には左上に ID が表示されるんだけど、それがちゃんと見える状況じゃなければいけないみたいなルールができたんだよね。でその際に特に VTuber とかで配信画面みたいなものを作って、いろんななんか右下にキャラクターの顔を置いて、右側にコメントが表示されて、左上にまあロゴがあってとかテキスト書いてとか、まあそういうような画面作ってる人多いんだけれども、この左上の ID のところにテキストなりロゴなりがかかってしまって、それでバン食らったっていうね。あれ見てるから今回こういう出来事あった際にも、ああなんか大変だなっていうね。特にドラクエ10に関してはもうわけのわからんルール作って、でしかも普通の客に対してバンしてきたっていうのがあったから、もう怖くて怖くて、それ以降もスクエニのゲームやるの怖いんでね。ドラクエ10みたいにもうちょっとしたことで即座にバンされるっていうのを目の当たりにするとね、もうスクエニ自体が怖いんでね。もちろんルールちゃんと守ってれば問題ないんだけれども、だがいつ消されるかってことをもう戦々恐々としながら、すごくもうスクエニに関してもいろいろ考えなければいけないことが多かったりとかね、そういうのも目の当たりにしてるから今回もちょっと辛いなとか思いながらまあ結果的にはもうしょうがないっていう出来事だとは思うけどね。誰が悪いかって言われたら、まあ個人的にはそのバンした人が悪いっていう風潮も当然あるんだけれども、でそれはそれでまあそうなんだけれども、メーカーのルール作りが失敗したかなと。ドラクエ10に関しても変なメーカーがルール作らなければ、そういう一般のお客さんがやってるゲーム実況でもバンすることなく、で結局そんなことされれば客からすればものすごい不快なねことだからね、そんなわけのわからんルールによってバンされたのかっていうね、そういうのもあるから問題はなかったんじゃないかと思うけどね。まあドラクエ10に関しては他の問題も絡んでて、まあ、特にネット上で人のプレイをバカにしながらゲーム実況してるみたいな人がいて、そういう人をちゃんと探知するためにその ID 制みたいなものをやったんだけど、かといってそれで一般のプレイヤーを弾くかっていうね、いうのは1年前に感じたね。今回ではちょっと話は違うけど、まあ、お互いバンされるっていうね危険性みたいな話の中では、ね、一応言っとこうかなと。今回は、明らかにメーカーのその広報のルール作りがおかしかったと思う。そんな特別待遇とかしなくてもね、しかもなんかそこまで同説取れてるような感じでもなかったらしくて、それでそんなリスクを犯して結局はメーカーが謝んなきゃいけないとかね、相手側にも不利益を与えてしまったとか、遠いのもあるんで、いろいろあれかなと。まあ、特にアドベンチャーゲームはそのゲーム実況に対して結構厳しい、ゲーム実況されるともう商品価値がほとんどなくなるかのような商品なので、それを見られるとね。なのでなおさらそのバンを直接やった人もそうだし、そういう意識が高かったから、まあ、特にそういう対応をしたんだろうなっていうことは理解はする。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。これでまあ、この人悪い、あの人悪いって言っててもしょうがないけど、まあ、ちょっとメーカーが変にルール作ったかなっていうね。これが案件とか、お金払って優勝プロモーションとしてやってるとかであれば、また話は別だし、YouTube だと優勝プロモーションだと、左上にマークが出るようになるんだけど、ちゃんとチェックマークつければね。まあ、つけてない人多いけどね。もうステマみたいになってるようなものも多いんだけれども、チェックマークつければ優勝プロモーションと出るんで、まあそのメーカーの人もそのバンした人もそういうのが出てれば
ああこれは特別に何かやってるんだなって気づくけど、一般の人と思われる感じの配信にいろんなまた別ルールがあってもそれはわからないよねっていうね。全部を擁護するつもりはないけれども、まあ仕方ない部分もあったのかなっていうね。だがそういうことが今後我が身にも起こる可能性はゼロじゃないんで、怖いなっていうのはねあるよね、やっぱり常に。まあだからこそ本来であればゲーム実況やるんじゃなくてね、ちゃんと別のことやって、もしその YouTube である程度生計立てるんであればやった方がいいんじゃないかなとかね思ったりするけどね。ゲーム実況が楽だからって言うんで、まあ、VTuber もそうだし、まあそれ以外でもゲーム実況者もそうだしでやるわけだけど、非常に生殺与奪権を握られてるってことは常にね忘れない方がいいような気がする。それを言ってしまうと YouTube にも当然生殺与奪権を握られてるんで、だからよく任天堂について語る際に、その任天堂はちゃんと自分でゲーム機出すけど、あれはもう生殺与奪権をよそに渡さないために自分で作って自分でゲームソフトも作ってで売っていくっていう、よくもうゲーム機作るのやめて PC で出せばいいとかね、他のゲーム機で出せばいいみたいな話をする人もいるんだけれども、まあそれはちょっと考えが足らないよねっていうね。なのでスマホのゲームとかもそこまで積極的にやってないのも、まあ、そのあたりの絡みもあって、下手に出して急に何かルールが変わって商品の価値がなくなったりとかしても困るしね。もう最近になるとそのプレイステ4とかプレイステ5の枠内でのまあ配信してもいいですよっていうものになってても、なんかメーカーが別途ルール、まあ、つまりはゲームの許諾でね、許諾をオフィシャルサイトに載せてゲーム機の仕組みの中では公開してもいいような状況であっても、このルールの方でダメみたいなねものを作ったりもするんで、それが余計ややこしくしてるんでね。当然プレステ4はもう発売から9年ぐらい ?2013 年発売だっけか、だからもう9年ぐらいは経ってるので、その仕組みがちょっと古すぎるっていうのもあるかもしれないけど、最近だと流れとしてはオフィシャルサイトとかに情報を載せて、それでここまではいいですよとか、こういう感じであれば問題ありませんよというようなものを載せるようになってきてる。地球防衛軍6、これに関しても何話から何話までは何日の間公開してよくて、その後の2週間に関してはここまで公開してよくて、で最後は全部公開していいですよみたいなルール作るんだけど、本来であればそれはもうゲーム機の方で設定してくんないと困るんでね。なぜなら必ずしもオフィシャルサイト見るわけではないんで、またなおかつゲーム機で良いと言ってんだから別にいいでしょっていう話にもなってしまうんで、ゲーム機の方で本来であればメーカーが設定できるはずなんだけど、設定してないってことは問題ないってことですよねっていう話になるんで、だけれどもまあ最近だとそのメーカー側もオフィシャルサイトに載せたんだからダメだよねっていうことで消してくる可能性もあるんで、まあそこら辺がまた怖いよね。ゲーム機の基準に沿ってやってしまうとあれだけど、で多分だけどその本来であればそこでじゃあ細かくアップデートすればいいだけの話なんだけど、この日まではここまでしか公開できないんであれば、じゃあその後は配信禁止区間として設定しておいてってみたいな感じで、でまたその次のルールになった時には配信禁止区間をまた後ろにずらすとかやればいいんだけど、当然メーカーそれ自体やるのも手間になるし、なおかつ多分だけどアップデートとかするたびにお金が費用が別途かかる可能性もあるんで、多分それでやらないのかなっていうね、いう気はする。本来であればそういうことをしなければいけないけど、そういうことをしない。まあドラクエ10もそうだったけど、じゃあちゃんとゲーム機のルールに沿って地球防衛軍全部上げてしまってもアウトになる可能性があるっていう、まあ、同じような感じで光栄テクモでもゼロのなんか新作が去年あたりに出て、でそれはゲーム機だと配信全く問題なかったんで多くの VTuber とかが配信やってたんだけど、その後に光栄テクモは全体的なゲーム実況のルール出して、でそこでこれやっていいですよというリストも公開されて、でそのタイミングでそのゼロのタイトルに関しては何章までしかダメですよっていうルールに変わったんで、その VTuber 関連でそれ上げた人が軒並み動画消しましたとかね、非公開にしましたとかいうね、なんかそういうのを載せてたのをなんか見てて、やっぱり途中でルール変わるのもダメだし、変に変えられるとやっぱり混乱はするよね。まあドラクエ10もそうだし、今回のアドベンチャーゲームもそうだし、まあ今言ったようなゲームもそうだし、地球防衛軍6もそうだしね。そんなことをね、ちょっと今回の出来事で改めて考えさせられた。そうなると海外のゲームやった方がね、海外の方が基本的にそこまで言わないからね。まあでも海外のゲームでも結構その広告入れたらダメですよっていうゲームもそれなりにあるんで、日本のメーカーだと広告は別にいいですよと、まあその代わりそのスパチャはダメですよみたいな
別のルールがあったりするんだけど、海外でも多分リストが更新されてなくてかもしれないし、まあそもそもダメなのかもしれないけど、収益化はダメですよっていうのもまだまだあったりする。今確認してもそういうところも多い。逆にマイクロソフトみたいに何も書いてないところもね、ルールはあるけれども収益化に関して何か言ってるようなことはなかったりとかね、まあ、そうなってくるとマイクロやればいいじゃんっていう風になってしまうんだよね。実際多くのゲーム実況者はここまでマイクロやるかって感じでね、いつまでこうするんだろうと思ってボケーと眺めてるけど、マイクラを皆さんやっておられると。特に数字が大きくなるとマイクラに行かざるを得なくなるんでね。それ以上上がろうと思うとね。皆さんがマイクラやってるっていうね、状況になるのも、まあルール的な部分も多分影響してるんでしょう。人気も当然だけど。というようなお話がありましたということです。